はネスカフェドルチェグストで特別なカプチーノを入れちゃいます。ネスカフェドルチェグストがあればお家がカフェに大変身。ラテアートでおもてなし。ソースを渦巻き状に動かします。渦巻きの幅は1センチくらいにすると綺麗に描けます。チョコレートソースの丸を8箇所は外側に、その間の8箇所は内側に動かします。動かすときに中心が揃うようにすると綺麗に描けます。チョコレートソースの丸をつなげるように動かします。左右対称になるように描くと綺麗に描けます。うちなかカフェにようこそ。